玉川習字教室の玉川雄吾です。はい、今日はですね、日本習字生徒部小学4年生のですね、令和5年1月検定課題をですね、書きながら説明をしていきます。はい、今回の課題はですね、正直な心。はい、この課題を書いていきましょう。はい、今回の課題はですね、まずこの直、はい、この横画の間を揃えて書くということと、この折れですね、折れは一度筆を止めて斜めに押さえ直してから、そして方向を変えていくという書き方をします。また心、このね、曲がる部分のですね、筆使いを練習しましょう。はい、心はですね、穂先の通る位置をよく見て書いていきます。はい、縦斜めにこう行くときは、穂先は画の左側を取ります。この曲がるところは画の中心を取って、そして横を書くときは画の上を取るという穂先の位置、そしてこの跳ね上げですね、少しお尻を右上に上げてからですね、内側に向かって跳ね上げていきます。また3画目4画目この1234このですね、四筆の位置ですね、こう弧を描くような、そんなですね、位置関係に気をつけて書きます。また正しいの右上がり、1画目は反り、2画目は伏せる、なのここの余白ですね、そこに注意して書いていきましょう。はい、赤手本課ではですね、この裏面にですね、赤手本の書き方というのがあります。そちらにですね、この課題の特徴、注意していってもらいたいところをですね、書いてありますので、そこをですね、最初によく読んでから書くようにしてください。はい、それではですね、早速書きながら説明をします。はい、正、正ですね、正直の正しい。はい、一画目右上がり。少し反っていきます。はい、二画目縦、まっすぐ下。三画目右上がり。同じ方向です。四画目縦、少し内側に来ます。五画目右上がりで伏せて長く。はい、次は直です。はい、一画目右上がり。二画目、はい、立ててまっすぐ。あんまり長くしないです。三画目まっすぐ下です。四画目右上がり。はい、曲がり。止めて斜めにもう一度押さえ直してまっすぐ下に。体で引いていきましょう。はい、5画目以降、横画の間、間隔を揃えてください。はい、方向は一緒。そして8画目、はい、内側に。少しこの丸みを作って内側に。そしてここ漏れ、斜めに押さえて、右上がりで。伏せていきます。はい、直ですね。はい、次な、はい、右上がりです。はい、右上がり強くですね。二画目中心よりも左から斜め下に。はい、三画目は一画目の四筆の下、1、2、3、そしてその払った下ところ、払ったところからこう横にこう丸みをつけていって、軽く返して右下にしっかりと止めていきます。はい、なるですね。で、心、1画目は大きく、はい、2画目、はい、穂先をよく見てください。角の左を通り、ここで角の中心を取り、ここで角の上を取って次第に取る。
ちょっと右上にこう上げてから内側に向かって跳ね上げていきます。はい、そして3画目は右2画目の上、はい、1234画目は3画目の上、はい、大きくで、ここでちょっと押さえて、で、こう書いていきます。はい。チョークのですね、横画間の間、等しく揃って見えるように書いていきます。曲がりの書き方、そし曲がり、この心の曲がるところですね。そして、折れの書き方、注意してください。はい。今日は以上です。